はい、それではね、俺のピリ辛ミートソースをただいまから作りたいと思います。まずね、具材をねこう炒めていかなきゃいけないのでね、火をつけて、まず大事なのはねこれオリーブオイルね。やっぱりねなんつってもねイタリアンなんでねオリーブオイルをしていただきます。でここにねバターが入ってます。はい、そして軽く火をつけたら火がつかないねついたね、これにんにくと鷹の爪ですね。はい、これをゆっくりね焦がさないように香りをつけていきます。これすごく大事ね。だん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 ね、ここはね丁寧にゆっくりと。あー、いい香りがしてきました。もう最高だねこれね。いい感じ。はい、そしたらば人参ね。人参は炒めた甘みが出ますんでね、人参を先に、まず人参です。はい、こんな感じね。はい、そしたらここへ玉ねぎ入れます。はい、そしたら今日はね牛のねひき肉を入れましょう。こう牛肉のねこれ今炒めた時にこの牛肉から出てくるこうだしっていうのが玉ねぎとかね人参にこれ絡まってきます。いいですねこれね、こんな感じね。はい、ほら澄んだ色が出てきましたね。はい、そしたらここへねもうねこうトマトピューレ。これワインね、これもったいないからさ、これシェイク。これを入れる。はい、出てこないかな。おお、こんな出てきたね。はいはい、それでねここへねトマトケチャップも入ります。あとは煮詰めてるわけだからね、これ胡椒ね。はい、それから塩。はい、今からねこれをちょっと煮詰めていきます。さあ、それじゃあねこれ煮詰めと同時にこのパスタが仕上がるようにね、タイマー1時間、6分、7分、7分なので6分でいいよ、6分で。麺をちょっとほぐしてほしい。これねやっぱりちょっと煮詰めるのがいいよね。煮詰めてこう煮詰めていくのが大事ね。おっ、おいしそうほらね。はい、ある程度煮立ったらここへねこれ焦がしバター、これが入ります。これでまたね香りがコクが格段にガーン。パスタは今日は大体7分のやつでやってるけど、これ好みだから、ね、やっぱカッペリーニみたいな細いのはやっぱ合わないね、ミートソースはね。ある程度太いやつのが合います。でよくペンネみたいになります。美味しいです。後でこう例えば和える場合は少し早めに揚げた方がいいよね。で今回ミートソースの場合は和えるというよりはちょっとオリーブオイルでねその程度ですから、まあ、7分だったら7分でいきましょう。どうですか？いいですか？はい、OK、はい、僕の師匠が OK。 よし OK。 中華鍋もこっちでよし。オリーブオイルね、こっちもいいじゃん。これバターでやってもいいしね。今日はもうそのまま。いいっすねこれね。はい、そしたらねここへね。このパセリがいいのね。これね。パセリがもう大好き。俺のピリ辛ミートソースの完成です。